こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエースやっていきたいと思います。今日はこちら対決カーニバルの累計の TS の契約TS? ベストナインの契約書を引いていこうと思います。ベストナインタイトルホルダーですね。はい、狙いはですね、坂本選手、山本由伸選手、そしてビシエド選手、この3人のうちの誰かが引けたらいいなと思って引いていこうと思います。ガチャはねもうすでに60連しておりますので、まあかぶりたくないですね今回は。かぶりはちょっとご遠慮したいです。どちらも極みの選手をね、2枚とも引いているので、まあ称号もいいんですけど、それよりもっていう感じですね。で、それ引き終わった後にこれです。自チーム A ランクチャレンジで、極みチャレンジもやっていきます。で、自チームをどこにするかっていうのは、まあちょっと契約書を引いてからその中身次第で自チームについては決めていこうと思います。じゃあ行きます。ベストナインタイトルホルダー契約書いきます。結構ね、早めにイベント、私にしてはちょっと早めにイベント終わったかなと思います。もういかんせんねリーグ級落ちちゃったんで、もう早くね強化をしたいという一心でやってまいりました。さあ結果はどうなのか、お願い坂本選手。はい、いやこれもいいですね。はい、まあ名前は挙げてなかったんですけれども、西選手、はい、一時ねリアタイで使ってまして、 A ランクどのくらいあったかな、ちょっと確認してみましょう。そう、まあ、請求型ではあるんですけれども、煙突回数次第ではねオーダーに入ってもらいたいところではありますね。どん、あー3回S ランクを投入して3回っていう感じですね。はい、ということで、じゃあここからは極みチャレンジになります。やっていきましょう。自チームねちょっと今結構悩んだんですけど、その西選手狙いで阪神で引いてもいいし、西川選手狙いでカープで引いてもいいんですけど、今日はロッテにします。はい、なんでかっていうと、結構その今 A ランク集め中の選手が多いからですね。その阪神とカープはね1点狙いになっちゃうので、それがちょっと厳しい。まあもうすでにね20人 A ランクいるので、20分のいくつかになっちゃうんでだいぶ厳しいんですけど、ロッテは増田さんと、あと岩下選手と、あと二木選手、この3人狙いでいけるので、ちょっとそれは大きいかな。まあ20分の3なんですけどね、ちょっと20分の1をちょっと取りに行くのはちょっと怖い。まあそんなこと言ってじゃね当たんないんですけど、今回はまあ3人いるしロッテ狙いで、まあ5枚ぐらいかな引いていこうと思います。どうしよう、まとめて引いちゃおうかな。もうバババなんかね、まとめて引いた方がね自チーム A はね体感出てる気がするので、5枚ロッテで引きましょう。いきます。ちょっとここ期限もうやばいんでね、いきます。いやーすっごい悩みました動画止めてめっちゃ悩んだんですけど、まあちょっとロッテかな。で今リアタイ頑張んなきゃいけなくて、岩下選手を先発で使ってるんで、ちょっと煙突進めたいなっていうのもあるんですよね。まだちょっと溜めてて、育成はしてないんですけど、もうちょっと A ランクまとまって集まったら突破していこうと思います。はい、1枚目田村選手、全道地の時はねオーダー入ってました。マーティンさん、そして3枚目、1枚ぐらいマジで全く同じシルエット出てくるとドキッとしますね。はい、じゃあ4枚目いきます。4枚目、はい、なんだこれは、マーティン契約書なんですかね、マーティン確定契約書なんですかね。はい、じゃあ5枚目いきます。こんなことあるかな。ラスト、はい、あ、OKOKOK、 よかったよかった、最後の最後でね来てくれましたね二木さん。はい、二木さんも、まだ育成中で、今ねどのくらいあったかな、今 S ランク育ててて、まあ、請求型なんですけどね、やっぱりでもね結構いたはず。123、そう、これで煙突4回できるので、育てればもういい感じですはい、ちょっと、まあ、じっくり育ててるんでまだまだですけど。でまあ、岩下選手も、プレゼントボックスに S ランクが1枚いるんですよね。なんでそれを使って煙突するかどうかでちょっとまあ、ね、悩み中っていう感じではあるんですけど、まあ、リアタイはねこのすっぱだかのままが、あ、まあ、特訓はつけてますけど、特訓してないまま頑張ってもらってます。はい、
いや、余力が出てきたらやんなきゃいけないというか、今やってる企画的にはちょっとリアタイメンバーも育ててね、行かなきゃいけないんですよね。はい、ということでリアタイ企画のちょっと宣伝もさせてください。昨日から新しく始めました。私がリアタイ階級で名人を目指すという企画を始めました。はい、3月にね、階級が一度リセットされてしまう見込みではあるんですけれども、それまでになんとかちょっとね、計画的にギリギリの日程なんですけれども、ちょっと頑張ればいけるかなっていうところにいるので、それをやっていこうっていう企画です。で、動画はたまに上げるんですが、動画上げられない、リアタイ動画上げられない日はツイッターの方で、結果などをね報告しております。はい、連動させてます。もうね、始めたばっかなのにね、今日ね、旧姓ひじりに2回、あとは宮廷帝とか帝さんに1回当たっていて、もう死にそうになりながら試合してたんですけど、結果とかねツイートしてます。はい、勝ち星の数はまあ動画でお見せしていく感じにしようかなと思います。まあ、ちょこちょこリアタイ動画も上がっていくかなと思いますんで、よかったら見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺で、バイバーイ、おつくみ。